今回新しい商品の紹介をします。こちらが、研磨ディスクです。メタルを磨くにはかなり適した先端道具だと思います。このようなメタルを磨く、細部をきれいにするってことは比較的難しいです。例えばこの髪の毛の中とかですね、他の例えばこのような、これは20分の1ですけども、カムカバー、これを削ろうとなるとディティールを壊してしまう場合があります。でこちらの研磨ディスクを使うことによって、このディティールを壊さずにきれいにピッカピカになります。実際この上半分は磨いたもので、下半分は何もしてない状況です。違いがわかるでしょうか。じゃあまずこっちの方から紹介します。この黄色、これは結構粗めです。これが80番手から120番手ぐらいの削りの力です。でこちらは茶色に見ますと、これ赤になってますね。こちらが220から320番、そしてこちらが青、こちらが400番手から500番で、このピンク、これは800から1000で、これベージュに見ますが、一応メーカーではオレンジですね。オレンジは1000から1100で、最後一番細かくなりますけども、こちらが1200から1500、そのような、6種類、順番に使い分けていくことによってピカピカに仕上がっていきます。例えばこちらですけども、この拳の部分、こちらだけを磨いてみました。このぐらいにピカピカになります。なかなかこの隙間を磨くって難しいんですけども、この研磨ディスクを使うとこの細部まできれいに入ってくれますので、本当にメタルにはかなり適したこの道具だと思います。